アイムですこんにちはどどうもどうもも、はい、今日もです、ね、ラジオ風にお送りします、はい、今日はですね、嬉しいお知らせ2点おお伝えします、はい、ますすずですねお菓子、食品類のグッズ販売について変更がありました。今はですね、ランドとし、お菓子が足りなくなってて、リアルショップの販売がなくて、オンライン潜売になってるんですけども、なんとこれ、お菓子の販売復活決定しました。やりました。よかったね。お菓子の販売はね、 1>, 1月の17日から再開開始とのことですね。で、ショップの方がね、制限されてまして、えっとね、ランドの方がですねこの、このコンフェクショナリーってとこと、あとペイストリーパレス。で、C はですね、バレンティーナズ・スイートとマーチャント・オブ・ベニス・コンフェクション。まあ、どっちもですね、入り口入ってすぐのショップですね。はい、こちらの方でお菓子の販売再開決定しました。よかったー。 だたらですね対象期間というところで終了日未定っていうふうに書いてありましてこれもし品薄になってきたらですねまたこれもしかしたらまたネット潜売とかねリアルショップではお菓子売りませんってまた戻ってしまうかもしれませんね何とも言えませんねあと嬉しいことにですね個数制限なしとのことですよかったね1人1個とかそういうミミッちいねそういう制限なしですね よかったね。で、詳しくはね、この公式ページの方に書いてありますので、こちら見てください。1月10、ね、17日以降から行く方、よかったですね。お菓子復活です。よかったよかった。はい、もう一個嬉しいお知らせ。ディズニーシー20周年記念グッズのクリスタルスフィアってありますよね。あの、キラキラしたあのー、キーチェーン。あのね、自分で作るキーチェーン。はい、これがですね、去年のね、10月に発売になって、 12月も再販してで、どちらもですね、もう完売っていいますか、販売見合わせっていうことでね、もう本当にわずかな販売期間しかなくて、これ、買えた人ね、欲しくても買えなかった人、結構多いと思うんですけども、こちら、やっとまた販売再開決定しました。これね、次回の販売開始予定は、3月7日とのことですね、3月7日、これ、再販決定しました。 で、前回のね、12月の再販の時には、クレードルっていう台座がなかったんですけども、今回はこれ、クレードルどうやらあるっぽいですね。よかったよかった。で、僕もね、12月に買ったんですけど、その時クレードルなくて買えなかったので、今回クレードル買えるようなら買いたいと思います。で、販売方法なんですけども、前回はですね、これ、あの、エンポリオ1店舗だけ、かつ、 平日だけだったんですよね。3日間しか売らないって言って。で、今回ですね、とねイルポスティのステーショナリーって、これあの、ハーバーの文房具屋さんですね。ザンビニのこの、あそこと、あと、ガレリアディズニー。これ入り口入ったとこの左側の,あのダッフィー専門店とかね。この2店舗で販売されると。で、エンポリオじゃなくなりますね。あと、アプリでも購入できますね。アプリ前回なしでしたからね。 いやあ、やっとアプリ来たかって。アプリの方が絶対いいですよ。特にあの真ん中のね、パーツの,あの地球儀とか赤隅屋のとこ、ここがですね、めちゃくちゃわかりにくかったので、これリアルショップだとね、うん、やっとこれアプリで販売してくれますね。よかったよかった。で、これですね、今後の販売予定っていう、これ気になるこれ一筆があるんですよね。はい、こちら。3月7日からの販売分が、 販売状況により一時欠品となってしまった場合も、再度の販売予定してますと。で、販売日などについて商売は決まり次第お知らせしますと。まあ、なので、3月7日に売って、それでもし品切れとかになっても、またこれ再販予定です、ね、再販しますので、まあ、どうやら皆さん落ち着いてっていうことらしいですね。あとですね、もう一個追加があって、なお、 再販売に近い日付のパークチケットについて追加販売を予定しますと。で3月789の3日間分のパークチケットの販売については1月19日13時ごろより追加販売をしますと。これも珍しいインフォですね。こんなのなかなかないですね、今までね。はい、なので今回これ、いかにこれ気を使っているか、警戒しているかってこれわかりますよね。 はいですので、整理すると、クリスタルスフィアが3月7日から再販決定と。で、今回はクレードルもどうやら販売されるっぽいと。で、販売店舗がリアルショップに店舗にまた増えて、で、かつアプリでも改良になると。で、今後の販売については、今回もし品切れになってもまた販売するので、皆さん落ち着いてと。あと、3月の7日、8日、9日のパークチケットについて、 1>, 1月19日にパークチケットが追加販売されると、はい、こういう情報がホームページの方に公開されてます。はい、詳しくは公式ページの方をご覧ください。はい、以上2点嬉しいお知らせでした。はい、今日の動画は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。